し、お新たか、え取れてる取れてるね。はい、せーの、新たかです。ピースピー。ねえねえ、みんなあのさ、聞いてほしい。なんとなんと、あの大重大報告があるんです。私、たか、実は私、タトゥーを入れに行きまーす。何が重大報告なのって思うじゃん。あのあのタトゥーを入れに行く、その柄が重大なんです。みんな何だと思う？あ、虫。もういいね、そんなんいいね。たかさ、あの真のアクスタの顔をタトゥーで入れに行きます。あー、これは賛否評論あるよね、絶対にね。え、彼氏の顔は絶対にやめといた方がいいよとか、いや、さすがにちょっと重いよとか思う人もいるかもしれない。でもタカはそれほど愛が、真に対しての愛が深いので、入れに行きたいと思いまーす。うーん。てかもう入れちゃったんだけどね。え、もう入れちゃいました。あの、真とタカ別々のお仕事がありました。お仕事っていうか、タカはもうお仕事って嘘をついてタトゥーを入れに行きました。見たい？じゃあ先に、じゃあ見せるね。2個入れてきた。まずあの左腕に、じゃーん、天使を入れちゃいました。わかる？可愛くない？で、問題は真の顔なんです。超クオリティ高いよ。いくよ。あ、ちょっと待って、もう開けようね。せーの、うわー、ここにね、真の顔と、あの記念日と、フォーエバーラブって刻みました。あー、どうしよう、入れちゃった、後悔できないよね、もう。まあ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 、みんなここまで騙されたと思うんですけど、これはドッキリなんです。実はこれね、なんと、あの、ヘナタトゥーじゃない、何やったっけな、デジタルタトゥーじゃなくて、ちょっと待って、調べる。これは、あの、ジャグアタトゥーって言って、あの、1週間 ?2 週間ぐらいで消えるタトゥーなんだけど、シーンにずっとタトゥーを入れたい入れたいって相談してたの。こういうデザインがいいとか、ああいうデザインがいいとか。でもなんかさすがに、大きいのはやめや、みたいな。後悔するかもしれへんから、本当に考えて入れた方がいいよって優しいお言葉をいただいたのにもかかわらず、あのということで、今回の企画は、彼氏のタカが真の顔のタトゥーを入れてきたらどうする、どういう反応をするのかっていう企画でーす。ねえ、超楽しみじゃない？これ多分ガチで信じるよ。え、てか近くで見たい？みんなちょっと見てよ。死ぬほど面白いから。アップできるかなこれ。え、どうやってアップすんのこれ。アップしないよ、早くちゃんとさ、仕事しろ、このカメラ。あー、近い。行くよ、見えるかな、見て。わかる？いやー、おへそ恥ずかしい。やばくない？これはちょっと戻りなよ、早く仕事して。はい、ということで、あの、しんくんはね、今どこにいるかっていうと、あの、一旦、あの、スーパーの買い物をお願いして、もう、多分 LINE 来てるから、そろそろ帰ってくると思うのね。だからもう、早速、あの、隠しカメラを仕掛けたいと思うので、あの、お楽しみに。多分引くよね、こんな急に彼氏が入れてきたら。楽しみ。こっちの反応も楽しみだよね。こっちはかっこいいって言ってくれるかな。タカ的に結構、あの、好きなんだけど。みんな的にどう？ダサい？まあ、今ダサくても可愛くてももう楽しみだから、ちょっとやばい、あの、わかんない、もういいわ、テンション上がってきたから、とりあえずカメラ隠すね、バイバイ。それではあのシンが帰ってくるのを待ちます。これ絶対バレへんやんな。楽しみにしててね。おかえりちゃーん。はい、ビーチ。ええ、かげにして。なんかめっちゃ買ったで。何買ってきた？なんか、あ、コンビニ行ったの？かもしれん。スーパーかと思った。ねえ。うわ、めっちゃいいやん。なんか新しいの見つけた。あ、違う違う、聞いて。
あのサンリオの一番くじまたやってんの。もうやめてー。いやまたやんのって多分思われたと思うんだけど。何回やんの。またポムポムプリン。もういらんねんけど。かわいそう。でも見て、松丸くんのポーチ。あーかわいいそれ。中に全然、うん。そう、トイレトイレ。早きトイレ。ご飯とか食べるのでその流れでちょっといろいろ話をぶっ込みたいと思います。ご飯食べよう。いいよ。チンしてくれた？してないね、まだ。なんかあの後ろ並んでたからさ。うわ優しい。なるほどね。お役割と3分半。3分半ちょっとよぎらして。よぎりなさい。よぎらしてもう。え、ワット何？あ、500ワットで3分半や。500ワットで3分半やから900ワットで。そのワットとその分数の計算できる。今日のお仕事どうでした？結構普通やった。楽しかった。楽しかった。よかった。え、どっち食べる？え、どっち食べる？どっち食べる？じゃあ俺ハンバーグ。え、たくまハンバーグ。てか、普通にワッタルくね。いや、そういうのやってない。あ、分け合いとかやってない。ごめんなさい。たかにも聞いてよ、仕事どうだったって。仕事どうやった？え、普通。あ、普通？うん。てか、普通に熱ない。うん。クーラーつける？湿気かな。普通に熱いよな。蒸し暑い。しかも俺パーカーやから。せやんな。ありがとう。やっぱその T シャツ可愛いわ。可愛いやろ。うん。あの子からいただいたやつ。うん。それ50秒やったっけ。3分30秒。なんか普段インするけど。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。なになになに。何が入れたん。え、見して。あ、シール。違うよ。ガチや。え、シールちゃうやん。え、ちょっと待って。シールってちょっとテカるよな。え、いつ入れたん。え、今日。え、そうだっけ。じゃあ別々の仕事やったや。相談して。え、じゃめっちゃでかいし。え、どこまで行ってんの。ここだけ。ここだけ安かったよ、めっちゃ。いや、めっちゃ高いやろ、こんな安かったの。え、やりすぎやって。え、じゃやりすぎじゃないけど、いやめっちゃかっこいい。もっともっとかっこいいって言われると思ってた。違う。え、どうなん、正直言ってかっこいいよ。かっこいい。やっぱなんかでも反応ちゃうやん。違う。なんか違う。じゃあ言ってよ、これ入れるって。え、なんか意味あるの。これは別に意味ない。え、でも言ってよ、入れるって。言ったらサプライズにならへんやん。いや、まあせやけど、じゃあ俺サプライズとか言って背中一年バーンやってこようか。一緒行く。一緒に。でもたくもう一個サプライズあんの。何。もうあの真のためにもう一個入れた。あ、タトゥー、うん。どこ。これはもうガチで意味が。左腕。あ、じゃあ右腕。うん、意味がある。どこやと思う。探して。え、もう見して。もう全部見せて。行こ。こっちとあと一個、うん、見して。見えへん、それ分からへん。え、ちょっと待って。何してんの。ラブシンへの愛を込めてフォーエバーラブ。え、何してんだよ。何が。え、何して。え、何が違う。じゃあ、ありがとう、めっちゃ嬉しいけど。なんか違うやん。タカはさ、シンが喜ぶと思ってさ。何なのその顔。違う、嬉しいけど。え、ガチやん。これシンの顔やで。いや、分かるけど。ほら、記念日も入れたし。愛してます、フォーエ、ずっとフォーエバーラブ。やばいって。なに、なんなん、嫌なん。
じゃなんかもっとおしゃれなやりたいって言ってなかったおしゃれえ、おしゃれおしゃれ違う違う違う、その俺を入れたいとか今まで言ってなかったよ。だからサプライズやん。なんぼしたんそれ2個で25万。やばいって25万した。相談してよ。こっちが20万、こっちが5万。まあまあそこあんま見る人おらんけどな。でもクオリティ高ない普通に。いやすごいわ、ぼかしすごいな。え？ガチやん。でご飯冷めんで食べる？いや食べるけど。で、あの芯も一緒に入れに行こう。何を？タカも顔入れてや。え、じゃあだからそういうの先に相談してよ。相談してるやん、だからタカの顔入れてって。じゃあ入れ、さっき入れてるやん。だから一緒に入れに行こうっていう相談がさ、先にあんねやったらいいけど。一緒にやったらだってサプライズならへんやん、そんな。じゃあ俺がタカの顔入れに行く、何のサプライズにでもないやん。ちょ、だからタカはいいねん、それで。その、なんか入れてくれるっていう、あの、愛が伝われば。え、それ確かめるためにこれやったの？確かめるときじゃない、普通に入れてほしいから今ここに。だってどうすインスタとか載せるのそれ。なんで際どいさ、なんか服着たりとかさの時どうすんの。え、見せるよ。なんで。じゃあ待って、違う違う違う、なんでそんな反応な。いや嬉しいねんけど。けどって何。じゃあ俺の顔とで、なんか記念日とハート4つ。いやまあおもろいな。え、じゃあえ、おもろいとかちゃうん。あ、ごめん。え、なんか犠牲払いすぎ。25万払って。でもこれ5万だよ。もっと入れたいとかなってさ、なんか次推しの顔とか急に掘ってきたりしやんといてな。シンしか掘らへん。いやもうシンの何。だって彼氏やし。シンの何を掘る。え、親指。じゃあもういい、俺だいぶ満足。めっちゃ嬉しい、ありがとう。なんかもう終わらそうとしてる話。違う、嬉しい、めっちゃ。ほんまに、うん、あいつ伝わった。うん、一緒、一緒だよねってこと。そうだよ。いや、めっちゃ嬉しいよ。ここのタトゥーに誓って。え、夢。夢違うよね。え、まあ、もう一回ちゃんと見して。シールちゃう。ケツ、ほら見て、うん、一緒やん、だって色。え、しかも痩せたいとか、痩せたら俺の顔変わるやん。いや、痩せたらいいやん、その時。めっちゃ笑ってる。痩せたら俺の顔変わるやん。大丈夫、あの、これが痩せたとしても、あの、シンっていう事実を。え、シンって書けばよかった、じゃあ。いや、もういいよ、わかるって、シン。あ、じゃあ追加でシンって書いてくるわ、今度。じゃあ、わかるシン。じゃあ、だから一緒に行こうよ、その時。追加でシン入れるか、タカの顔入れてよ。タカがお金出すか。じゃあ、お願い。え、何？俺が入れに行ったらいいの？うん、っていうの待ってんの？うん。何を入れんの？タカの顔。え、じゃあ、めっちゃおしゃれにしていい？俺風に。いいよ。え、これおしゃれやねんけど。違う、おしゃれやで、ね。めっちゃおしゃれやねんけど、違う。でも顔はちゃんと入れてよ。うん。てかもう、あの、予約しますって言っといた。うん、ありがとう。いいえ。いや、びっくりした、正直。だから言って、次からは。そこだけやわ、ごめんなさい。でも嬉しい。いや、めっちゃ嬉しいけど、次からちゃんと相談してほしい。だって25万もかかってんやろ。うん、そこやわ。25万っていうのがなんか、なんでいいやん、自分のお金なのに。まあまあな。で、結果どうなの？タトゥー入れれる？俺？うん、分かった、入れる。増やしたかったから。はい、ということで検証結果。シーンはあの、タトゥーいい。もういいって。何？シール？シーンはあの、タトゥーを一緒に入れてくれるそうです。え、ドッキリ？ドッキリ大成功。ガチで掘ってるやん。掘ってないで。これはあの、どういうこと、どういうこと。これはね、あの、ジャグアタトゥーって言って、ヘナタトゥーは茶色、ジャグアタトゥーは黒色なんだけど、うん、成分が違って、うんうんうん、これは2週間で消えるタトゥーでーす。よかったー。ここにあったの気づいてた、カメラ。
絶対いけるか俺らキッチンあんまいけへんからさこんなん入れるわけないやん分かってるよいやもうマジで焦ったいやこれからどうするのお母さんに何て説明するんだかさしんくんお帰りえちょっと待ってよどう思ったえやりすぎいやでも正直さガチで攻めたやん今回ヤバいの来たと思って結構ヤバいと思うしかもさっきさつき病5月病5月病だからさつき病って変わってるけど5月病やからなんかあんまりメンタルぐさぐさしたらあかんと思ってめっちゃ気使ったそうだから5月病ってもう言ってたしタトゥーの相談もしてたやんか入れたいって1ヶ月ずっと言ってた言ってだからこのタイミングだなと思っちゃってガチすぎっていうかすごいなすごくない見して普通にえ、ほんまに消えるやんこれ消えんねん1週間か2週間人によるんだけどねえ、これじゃ痛くないんえ、全然もう表面に変えて無痛なん入れてる時に、うん、小商売なんかなんならこうやってなんか書かれてるからすごすごいよねしかもこれ一発書きなのえ、すごすごくないこれ下え、このぼかしとかも下書きないよこれうん真の顔も一発書きやっぱいや、俺の顔がやばいえ、でもめっちゃ似てない。だってタカがちょっと腹筋とか力入れるだけでさ俺の顔の表情変わんねやんかそやねちょっと待ってそこも楽しめる待ってちょっとお腹膨らますでうんえ、これやばないこれガチでうまいよ、ね、俺ほんまにちょっと引いたもん内心これ見てすごくないこれ一発書きやでいやよかったあーこれ大成功だよね大成功うんご飯の味絶対味わわれへんわと思いながらはーいほんまに消えるやんなえそういう流れに持っていったとかじゃなくてじゃないほんまに消える信じてほんまに消えるからうんうんマジフォーエバーラブとか痛すぎてなんて言ったらいいか分からへんかったえ頼むときマジで気まずかったからいやまあ確かに確かにやってもらう人に、うん、彼氏の顔入れてほしくてみたいな、うん、で「フォーエバーラブ」って引き体で入れてもらっていいですかって言ったら「えフォーエバーラブ?」みたいなさ、気まずいみたいな気まずごめんなさい、時はちょっと失礼ななんかさ、こんなさ、こんな上手い人に対してさ、うん、このフォーエバーラブ帰ってくださいって言ってごめんなさいごめんなさいなるほどね、今年そういう感じねはい、今年はシーンを思う存分騙していきたいと思うよえ、じゃあいいですよ、僕もじゃあ楽しみにしててください、皆さんバーサスやなうんはい、ということで大成功でしたバイバーイ、バイバーイラブ